NSM のアクターの生徒によるお母さんと一緒というお子様向けのアニソンのステージとなります。はい、ぜひぜひここの森のステージ前にお集まりください。それでは早速行ってみましょうか。お兄さんお姉さん準備はいいですか？ありがとうございます。それではお願いします。どうぞ。
次が本番。みんなの大きなおーいを声で音を出してくれるお兄さんが音楽をかけてくれるよ。いくよ、せーの。一人でいても一人ぼっちじゃないさ。誰かを呼んで耳を澄ませてごらん。両手を口に当てて空に向かって。私は小さな声でいくよ。小さな声でおーい。
みんなで一緒に遊ぼうよ。名古屋市科学館の小谷さん。さて、これは何でしょうか。じゃあまず1枚目めくるよ。せーの、チラリラリ。オムライスかな。どうだろう。じゃあもう1枚めくってみるよ。せーの、チラリラリ。オムライス。じゃあ他の答えも聞いてみようかな。あ、待ってね。じゃあオムライスだと思う人、みんなオムライスって言って、オムライスだと思う人、はーい。お、全員かな。じゃあ最後めくってみるよ。せーの、チラリラリアリー。もうみんなわかったかな。じゃあ全員でみんなで正解答えてね。せーの、オムライス正解。じゃあ次の問題です。1枚目めくります。ドーナツかな。めくっちゃうよ。チラリン。さあ、もう分かったかな。みんなで大きな声で言ってみようか。せーの、正解、ドーナツ。じゃあ次の問題いくよ。1枚目めくるね。いくよ。じゃ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 、なんでしょう。カレーライス。え、お姉さん、ビーフシチューじゃない。ビーフシチューかな。え、それがシチューですか。もう1枚めくってみるよ。いくよ。何かな。カレーライスかな。カレーライスかな。え、お姉さん、ビーフシチューだと思う。どうしよう、ハヤシライスだと思う。じゃあ最後の1枚めくっちゃうよ。いくよ。もうみんな分かったかな。分かったかな。鮭
き浩平お兄さんおにぎり持ってなかった？そういえば持ってたね。浩平お兄さんのおにぎりの中はチョコレートだったのか。ないないない、そんなチョコレート入れたおにぎりなんて聞いたことないよ。そう、でもやってみたら案外おいしいかもしれないじゃない。だからそんな顔しないの。顔I'm not afraid to die.
たみんなと遊びたいね。そうだね。最後も一緒に踊ってお別れしよう。じゃあまず3つのことを覚えてね。1つ目は手拍子。うんぱん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 ぱん。じゃあもう一回やってみるよ。せーの。うんぱん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 ぱん。それじゃあ次は2つ目。2つ目はラー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 ってところで横に揺れるよ。いくよ、じゃあみんなやってみよう。せーの。ラー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 。それじゃあ次はちょっと速くしてやってみるよ。いくよ。せーの。ラー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 。みんな上手。最後はウサギのって言ったらみんなでピースしてみてね。練習するよ。ウサギのピース。もう一回やってみるよ。ウサギのピース。ありがとう。じゃあ次が本番。みんなの手拍子の音で音楽スタートだよ。いくよ。せーの。うん。